日美容デーです。行ってきます。わかりますか。今日はお誕生日ポイントクーポンでプレゼントで130本になりました。わかるかな。これなんか後ろがバレンタインのやつになってます。ではこれからお買い物してお家に帰ります。今日は美容メンテナンスデイでした。皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は、美容院と松江湖に行ってきました。一日美容メンテナンスデイでした。でご覧いただいてお分かりの通り前髪を切りました。そしてでも髪型ヨシンモリ巻きって言うんですって。韓国のね、韓国アイドルとか女優さんみたいなこう流行ってるそうなんですけど、ヨシンモリ巻きっていうそうなんですけど、なんか去年なんかもうずっと長かったのを3段階に分けて結構切って、超ロングがこうセミロングぐらいになったんですけれども、なんか変身願望が多分なんか強くなってきたみたいで、去年はだいぶそういう風に髪型短くなったんですけれども、今度はなんかまた飽きてきて前髪をすっごい切りたくなったので、そうね、前髪切ろうと思ってインスタとかを探してて、いつも前回美容メンテナンスデーでいつも行っている渋谷のラビスさんを紹介したと思うんですけれども、いつも、行ってるんだけど、そう、絶対もう変わらないかなっていうふうに思ってたんですけど、ヘアスタイルもスタイリストさんすごくとっても可愛くしてくださるので、なんだけど、前髪をね、なんかどうしようかなと思ってインスタとかをすごいなんか見てたら、なんかすごい可愛い髪型にしてる美容師さんがいらっしゃって、それこれ可愛いなっていうふうに思って、で錦糸町だったんですけど行ってきちゃいました。はい、でなんかそこは前髪パーマがすごいなんかできるっていうので、今回私前髪パーマはしなかったんだけど、まずはまあ前髪を作って様子見ようと思って、でその巻き方がすごい、さっき言ったように韓国アイドルみたいな感じで、ヨシンモリ巻きっていうのが流行ってるんですって、すごい若い子にはね。でもすごいクリ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 可愛いから、せっかくだったらじゃあなんかね、それをなんかこう上手になんかすごい綺麗にいっぱいインスタ上げてたので、なんか行ってみようと思って行ってきました。はい、で今まではなんかどっちかっていうと海外のなんかそのなんか海でなんか泳いでるようなスタイル抜群の外人さんみたいな、西海岸の方のなんか外人さんみたいな髪型こうねがいいなっていう風に思って、その感じがすごく素敵だったんですよね、今まで行ってた美容師さんが。で今回はなんか前髪重視で初めて行った美容院に行ってきました。はい、ですごいね、前髪ね、どうですかこれ、ね、巻き方とかも本当やっぱり違い、巻き方変えて全然なんかイメージが違うんだなと思って、で今回前髪を作ってちょっとここのなんかサイドもちょっと短くしてもらって、はい、で後ろはちょっとねなんかこんな感じで見えるかな、後で写真撮ってもらったので後ろはちょっと編集でちょっと写真を載せますけど、ちょ
ごいね、なんかね、怖いんですよね。で、カラーもなんかもうすごい暗くするのが嫌だとか言ってマッキンキンだったんだけど、カラーもすごい可愛くしてもらいました。はい、こんな感じです。で、松江区はそう、これすごい楽しい。巻き方がちょっといつもと違う、今までと違う感じで教えてもらったので、あと前髪のやり方とかも教えてもらったんで、ちょっと楽しんでいきたいなっていう風に思ってます。はい、で、そう、どうですかこの髪型。そして、また話は戻りますけど、松江区をもしてきました。わかりますか、松江区これ120本。なんかお誕生日、さっきもね多分動画で流してると思うんだけど、お誕生日クーポンがあったので、いつも130本なんですけど、今回は120本。あ、こうやってやるとわかるかな。で、いつも、11ミリと12ミリをつけてて130本なんですけど、今日は、100本にして、で20本お誕生日プレゼントだったので120本にしました。こっちだとよくわかるのかな。これがよく一番わかりますかね。そう、この松江区すごい大事ですね。はい、はい、こんな感じで1日美容メンテナンスをしてきました。やっぱりそう、明るい色ってあんまり今流行ってないみたいで、私はなんかもう明るい色がすごく好きなので、結構美容師さんに止められてももうちょっと明るくしてくださいって言っちゃうんですけど、これでも十分明るいのにちょっと暗いななんて自分では思ってます。でもこのぐらいがねいいのかもしれないなっていうふうに今日すごく思いました。はい、で、ちょっとまたデパコスもちょっと見てきて、シャネルとか見てきたんですけれども、今すごいハイライトに夢中なので、前回もまあ買ったんですけど、ちょっとまたいろんなところをねちょっと下見してきました。で、お化粧品もこの間紹介したのもあるし、全然紹介してないのとかもあるので、またねいろいろご紹介したいと思います。で、今日はなんかちょっと急遽いつもと違う場所で動画撮ってるんですけど、なんか様子が違うなって思ってる人いると思うんですけど、なんかここもまあなかなかちょっとまあいいかもしれないですね。なんか家族がいると動画すごい喋りにくいし撮りにくくって、今もなんかそう、帰って今日美容院行ってきて、帰ってきて、でご飯を用意して食べさせて、で今動画撮ってるんですけど、このほらせっかくのヘアスタイルをこのまま撮りたかったから、だけどなんかすごいベラベラ話してるのちょっと聞かれるのも恥ずかしいなって思ったので、急遽いつもと違う場所で撮っております。この感じもいけるんだったら、なんか意気揚々とまあ家族がいても撮れるかなっていう風に思ってます。はい、今日はこんな感じで、いつもご視聴ありがとうございます。ではまた。